とね、僕の車もね、エンジンがいっちゃったからと思ってね、さっきね、お父さんがなんか指さしていて、前の車がね、パンクしてるんですよね。わかるかな、ちょっとね、カタ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 言ってんで、とうとう俺の車来たかなと思ってね。前の車だったよ。ああ、よかった。頭によぎったのはね、この間ね、ボンネットを開けてオイルのね、レベルをチェックしたんですよ。で、多分ね、オイルキャップもね、開けてちょっとね、中を見たっていう記憶があって、前にもね、ちょっと僕やっちゃってね、燃料キャップをね、のけたまま閉め忘れちゃったね。ああ、そうとも、バーストしちゃうよ、お母さん。これ、まあね、自分で取り替えるってことできない人多いと思うんだけど、よく走っちゃうよね。信じらんね。このトヨタのパスソってね、スペータイヤ積んでるのか ね、どっか止まれば手伝ってるんだけどね、まあ、余計なお世話ってやるか分かんないけど、でも若手で走ってるのヒヤヒヤしてるよね。なんか恥ずかしいしね、パコ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 言ってて。ライダーのマナーが悪いっていうね、関連の動画よく出てくるんですけど、ドラレコでのね、確かにね、マナーの悪いやつ多いと思いますね。けしからんっていう人がほとんどかもしれませんが、そのね、動画についてのコメントがね、見てね、なんかこう、なんていうのかな、頭に来ちゃうんだよね。違反を、例えばイエローカットしてね、走ってその末にね、事故っちゃった人、その新人名とかっていう人がいるんだよね。俺思うんだけどね、そんなにあなたたちはいつも法律を守って生きてるのかって言いたくなっちゃうんだよね。時にはこうやっちゃうことだってあるじゃないですか、まあ、人に迷惑かけたらいけねえって分かってるけどね、ちょっとね、人間だからね、例えば渋滞してるのにね、すり抜けちゃうかななんてね、思っちゃったりするわけですよ。それをね、ものすごい叩くやつが多いんだよ、最近ね。俺には理解に苦しむんだよね。そんなにあんたたち毎日貴重に生きてんのかって言いたくなっちゃうんだよね。でね、そういった動画を出すじゃないですか。そしてまた叩くんだよね。ちょっとぐらいね、お茶目がいてもいいと思うんだけどね、ギスギスして。つまんないよね。まあ、だいたいオートバイ乗ったことないやつだろうね。あと自転車も乗ったことないやつね。これ車中心でこれ見てるやつだよね。だから俺なんかね、オートバイ乗るし、自転車最近乗ってないけど、まあ乗るからね、まあね、痛いもんしない程度にね、気をつけないよねなんて、そういう気持ちで見ちゃうんですよ。危ないからねって、自分も痛いもんしてるからね、まあ、ほどほどにしとけよっていう感じでね、お前さんも捕まっちゃうぞみたいな、そういうね、ライダービーキーかもしれないけど、優しさで見るんですけどね。まあひどいコメントが、あんたたちは何者っていう人が多いよね。そんなんじゃ生きていけないよ。まあこれはね、おじさんに余計なことなんだけど、でね、最近ね、僕がのオートバイ関連の動画上げるでしょ、一人ね、ストーカーがいるんですよ。もう分かってんだけど、いちいちケチつけるんだよね。あとね、サマンサなんとかって言うんだよね。どこだろうっていうかね、そういういちいちね、つまんねえこと突っ込むコメント書くやつはね、動画がね、一本負けてねえんですよ。だからね、仕返ししてやろうと思ってね、動画にコメント入れてやろうと思ってんだけどね、なんかこうユニークなね、ただね、一本負けてねえくせにね、ああじゃねえこうじゃねえって、まあ大体そいつはね、まあ一回なんかあったはあったんだけどね、なんかわけのわかんないこと書き込むんですよ。なんか
はね、YouTube の動画っていうのは対話型を求めているんで、いいですよ、これはつまんねえよ、こんなんねえよっていうね、低評価、コメントをいただいてもいいと思うんだけど、だけど、あんた日本語分かってねえだろって思うんだよね。字幕も入れてないしね、ほとんどめんどくせえからって、この全部喋りで、滑舌の悪い喋りでね、お見せしちゃおうと思ってるんで、本当に日本語分かってんねえのによって、もうとにかくね、いじめだよね。だからいじめかしてやろうと思うんだけどね、ムカつくんだけど、そいつ一本負けてねえんだよね。だけどね、チャンネル登録者数がすごいんですよ、確認したんだけど、めちゃくちゃ。ね、どこだか限定できねえから、なんだけどね、ヨーロッパの人なのか、アメリカなのか、僕はアメリカの人じゃねえかなって気がするんだけどね。ヘイトだよね、今アメリカでね。東洋系の人って殴られたりしてるらしいじゃないですか、デデデとか。まあ、どこでもね、差別はあるけどね、僕も差別や偏見はいけないなって思いつつも、僕は塊ですよ、差別と偏見の。だけどね、個人はいじめないな、個人にはもう文句言いませんよ、公の人には文句言うけど。そんなねことなんですよ。面白いでしょ、動画上げるでしょ。時差があってね、おそらく僕が上げるのはね、だいたい午後が多いかな、2時とか3時だよね。皆さんがまだ時間、まだあれだよ、飯食ってちょうど眠い頃に上げる時間多いのかな。そうするとね、おそらく米国だと、さて寝ようかなっていうね、例えば夜10時過ぎとかね、やべえもう寝なくちゃっていうね時間なんだよね。そうするとね、上げた瞬間速攻ね、なんか書き込まれるんだよね。でもね、相手が分かってるからね、逆に楽しいんだけどね。そいつね、あれなんですよ、リーバイス以外のジーンズはね、ジーンズじゃないって言うんですよ。よく分かんねえんだよね。まあどこにもね、僕と同じね、キチガイはいると思うんで、まあキチガイ同士仲良くやりたいなと思うんだけどね、言葉が分かんねえからね。だからね、そのコメントに対してね、例えば英語なんか書けねえし読めねえし分かんねえのに、翻訳ツールを使ってね、ありがとうのコメントを書いてやろうと思ってるんだけどね、めんどくせえからね、削除しちゃうんですよ。悪いけどサマーザ君、君のコメントはめんどくせえから削除するからよろしく。で、見てムカつくんだら来なくもいいからもう。